クリスマスいいんすか？すごいじゃん。いいよいいよ。キラコメそれ欲しいでしょ。ねえ、喋ってたらさ、入ってた自慢とかね、文句ばっかり。アンチとずっと喋っちゃってるもん。まあ、アンチかファンチかわかんないよ。俺をバカにするやつに、何でそういうこと言うんだよとか、ね、いや自慢じゃないよとかさ。辛い人生だね。かわいそう。どこが、いいんですか？ありがとうね、たくさん。クリスマスツリーのジャックポット3万5000円か。アンチがいないわ。クリスマスコメントいないからね。ほんとなんか最近のゼロリスさんってカタカタしてくれないよね、うん、頭が回らないんだろうね、うん、アンチの人の方が賢いんじゃない？だからカタカタできるんじゃない？一生懸命応援してたらね、共感でもしてくれたらいいのにね。ホテルの話したってね、かっこいいとかって言ってくれたらいいのにさ、何も言わないよ。本当に冷たいよ。本当上がってる説教するからって、俺今ずっと説教しなかったけど説教したくなるでしょ。昨日俺言ったよね、夜中に。アンチの相手したくないから頑張ってねって、カタカタしてねって言ったじゃん。何も身につけないよ。だから変なやつに占領されるんだよ、枠を。イライラしてるねって守ってくれないからじゃん。ほら1号にまでお前が黙れとか言われてるんだよ、うん、もうやめようか、うんうん、もう配信してても楽しくないわ、はっきり言って。なんで俺1号に黙れとか言われなきゃいけない？何が楽しくて俺配信してるの？俺みんなと喧嘩したくて配信つけてないよ。普通に楽しくね、会話しようと思ってやってるのに、なんでこんな言われなきゃいけないの？おかしいよね。気分悪いわ、ほんと。はい、初見さんいらっしゃい。やる気なくなった。すみやんにもらったわけでも。入ってたら、フケが治ったんだけど。アンチいた？ひどいこと言ってたやついた？ゼロレスの悪口とかいない？みんなアンチだった？ひどくない？なんか楽しんでるじゃん、いなくても。いらないか俺ね。みんなおナイス増えてるじゃん、頑張ってたじゃん。偉いじゃんみんな、ナイス増えてるわ。いらない。来たんない。ガンガンガンって落とした。うるさい。どうすかこれ、スネ夫に買ってもらったの。よくないこれ、おしゃれじゃない？うわすごい気に入った、かっこいい。今日から1週間これやな。養分持って新作ってこと。ヨーヨー吐くナイキ吐く吐息、お前は生意気、イキリスト生きってねえで生き生きしてるぜ。いやゼロラップかっこいい。顔真っ白、なんかおかしいな。どうしたこれ、急に白飛びしてる。なんでだ、ちょっと白飛びしすぎじゃないか。そんなに顔を盛りたくないんだけど。ライトをどっちがいい？暗いけどな。この黒い服着たからかな。500ナイスで超重大発表です。あとジャックポット狙ってるんでサンタクロースお願いします。こんな時間ですけど、はい。現在ですね、現在34万円嘘だろ、34万円だよ。煽るね、運営。もう誰か出してほしいけどね。前髪おろ、これ下ろしてるんだけど。これ下ろしてるんだけど。何こんな白飛びし始めたんだろう。黒着てるから。それに
してもネタがないな毎日ね、みんな。でもまあ25日ぐらいから養分がモンジョリの家行くでしょ。だからもう年末はもうやっぱモンジョリじゃん。もうふわっちはねモンジョリ一色じゃんね。もう後が弱すぎるよね。俺は元気なんだけど、何政治家が止まらない。だからモンジョリたちに対抗できる何かってなくない？あるか？ないよね。俺にはないよね。いや政治に似てきてるって。政治は彼女できたら全然違うでしょ。もう炎上しかないよね。なんかない？じゃあ定時配信強いって、ツイキャスはどうでもいいんだよ。でも25日からカマキャンとかいっぱいでふわっち配信者もたくさん絡むでしょ。で枠開くと そこばっか盛り上がるでしょって話とかも、養分とかもう一気にやばいんじゃない？閲覧も一気に増えて、海太郎コラボ、いやまあ略奪ぐらいすればちょっと湧くけど、まあ、うん、だから俺年末ね、グエアーカー行こうと思ってるんだよ。炎上いらない？じゃ一人で雑談しといていいの？それでいいなら別に俺はいいんだけど、こうやって一人で配信してるとぐちぐち言う人もいるからね、なんかしないといけないのかなと思うんですよ、うん、で桃七刀とかそう女芸以外で、いや雑談ネタもなくなるよ。今こそ政治と手を組むしかないなと思ってるよ俺は。政治もちょっとねちゃんと離れ離れになって寂しいけど、つかパルパルはオールナイト行かないの？養分と行かないのかな、うん、いや終わりにならないよ、沸かせれるよ、うん、あ行くんだ。完全取り残されてるじゃん。たかしも行くでしょ。いや俺は行きたかないよってなると、ほら政治とかしかいないじゃん。多分政治も多分ねネタなくて困ってると思うね。でもあれは半休止なのかな、完全復活ではないのかな。でもやってるよね、休止は終わったの。だからゆめきはカマキャン行くじゃん。カマキャン以外でなんかしなきゃいけないよねって話。年末休止つかネタがないから休止の手にしてるだけじゃないの。みんなパチンコ好き？マジでパチンコだけやる気にならないわ、うん、パチンコ好き？好きじゃないから見ててもつまんないしね。パチンコほど面白いものない。だったら俺競馬の方が好きだわ。やりま記念が25日なんでしょ、うん、ゼロワンが嫌い。あ、ブロックしてあげる。嫌いな人言ってね、ブロックしてあげるから。重大発表も聞いてもらわなくていいんでね。やはりまあ、やっちゃダメなんで、お金もったいないから。俺なんでかっつったら、今年をね結構生産したら200万ぐらい負けてる。でもちょっとやばいなと思った。200万だよ今年のギャンブルのマイナス、うん、競艇も競馬も全部入れたら200万ぐらい負けてる。えぐいでしょ。1回の賭け額がでかいから負けるんだって、うん、だからもうやめないとなって。もったいないよ。